皆さんこんにちは、アイです。はい、ですね、今回はなんと購読者様たちが2000人を突破したので、今日はありがとう記念として Q&A をやっていきたいと思います。はい、ということで、私がインスタグラムとあとツイッターでクエスチョンですね、質問をたくさんいただいたので、それに対しての答えを今日はちょっとずつやっていこうかなと思います。1つ目、とりあえず名前と年とあと血液型ですね。名前は山上愛です。年は1996年の3月16日生まれの、今は23歳になりました。で、血液型は A 型です。愛ちゃんの気づけ商品を教えてください。あとは愛ちゃんの美肌を保つ方法と、あとニキビをどうやって治していますか、あとエステに行っていますかっていう質問をいただいたんですけど、まずエステには通ってはいません。一回日本でその顔の脱毛っていうのを一回やったことはあるのと、あとは美白ケアとかも韓国ではちょいちょい、たまになんか時間があるときにビタミンケアだったりとか、そういうことはたまに受けています。それもエステのうちに入るのかな、まあ、っていう、なんていうんだろう、ケアみたいなのはたまに受けています。あとは美肌を保つ方法、美肌を保つ方法は、あんまり脂っこいものを食べないっていうのは、やっぱ食べ物で結構肌の状況とかって結構こう影響されやすいタイプなので、揚げ物だったりとか、なんていうんだろう、ポテトチップスだったりとか、そういう脂質が多いものはあんまりこう食べないようにしています。もし食べちゃったら、その次の日は何も油込むのは結構避けて、野菜とかそういうものを食べるようにはしています。あと基礎化粧品は、これは今持ってきた方がいいかな。はい、持ってきました。これが私のスキンケアたちになっております。で、まあこっちから順番に使っていくんですけど、まずはこれのスキンですね。これは CNP のスキンローションかな、ローションを使っています。で、これは使い始めてまだ4日目ぐらいなんですけど、なんかこう角質とかが取れるような、こうツルツルするような感じで、結構肌は変わってきたかなと思って、これは私的にずっと使っていきたいなと思う商品ですね。で、これがですね、キールズの、これがホワイトニングエッセンスかな。で、このスキンをした後にこれを肌にエッセンスで塗っています。これ美白エッセンスなんですけど、ちょっと値段が高めなんですけど、これを使ってからすごい肌が白くなったっていう声を聞くことが多かったので、これはずっと使ってます。そして続いて、これもキールズですね。このビタミン C エッセンスは毛穴によく効くっていう風におすすめをされて、これはこう鼻の T ゾーンだったりとか、ちょっと毛穴が気になる部分だけに塗るようにしています。で、これがエレンシーラっていうブランドのクリームなんですけど、これがなんかね、クリームなんですけど結構軽い感じのジェルタイプになっていて、で、これ化粧する前でもいいし、夜には結構どっぷりつけるようにして使っています。ということで、これが私の基礎化粧品でした。今の髪色を教えてくださいっていうことなんですけど、今の髪色が、実はこれ私自分で家でその髪の毛を染めたんですけど、今ちょっと色落ちして、暗いアッシュっていうのかな、もともとはずっと明るめのアッシュにしてたんですけど、ちょっと明るくなりすぎちゃったんで、お家で暗めのアッシュをかぶせて、今ちょっとだけ色落ちしちゃっている状態なのですが、多分アッシュかな。私は美容院に行っても基本的にアッシュカラーにしています。4つ目、スタイレージ方法を教えてください。スタイレージは多分皆さんも動画で見ていただいたと思うんですけど、その運動を、まあ1週間にジムには2回ぐらいに行くようにはしています。で、ジムで何するかっていうと、とりあえず有酸素運動をできたら30分とか40分、30分以上はするようにして、で、速度8キロで30分走るようにしてから、そこから集中的にやるのはやっぱりお尻
お尻とあとこの横の脇腹を結構集中的にやっています。あと食事制限がやっぱなかなか難しいので、食事制限って言ったら、まあ、食べ過ぎちゃった次の日にはなるべくもう朝はサラダにして、まあ、お昼に好きなものを食べて、で夜もなるべくちょっと早い時間に食べたりとか、まあ、でもそのスケジュール的にダメな方も多分多いと思うんですけど、1週間で考える中で1日だけはその野菜中心にしたりだったりとか、なんだろう、もう鶏の胸肉だったりとかっていうのを中心にした食事 にはしています。まあ、続けるの難しいんですけど、皆さん一緒に頑張りましょう。芸能界に入ったきっかけを教えてください。芸能界に入ったきっかけは、私が入ったのが9年前、14歳の時にデビューをしたので、その時に、まあ、これ話すと長くなっちゃうんですけど、簡単に話すと、小学校6年生の時に初めてその芸能界のスカウトをされて、でその時は全然もう何が何だか分からないまま、その会って、あでもやめようっていう話になって、その時はやらなかったんですけど、やっぱどっかでちょっとこうそういう芸能界に対しての憧れみたいなのは、まあ、ずっとあって、で中学2年生の時にまたスカウトをされて、あじゃあこっちの道でちょっとやってみようかなっていう風に考えたんですけど、その事務所には入らずにその雑誌を買ってきて、でそこの応募書類がこう入ってた事務所に応募したら受かったのが今の、あ前のか、前のその事務所に入ることになって、そこから14歳からずっと芸能活動をやっていました。で今は YouTuber としてやっている状況です。6つ目、座右の銘や人に言われて大切にしている言葉はありますか。まあ、ありきたりって言ったらあれなのかもしれないけど、その努力は裏切らないっていう言葉は、そのずっと14歳からお仕事をやってきて、実際に私が、ああ本当にその人の言ってた通りだなっていう風に大人になってから気づいて、そこから今もう大人になってからもずっとこう積み重ねるっていうことってすごく大切なんだなっていう、日々の努力っていうのは今もずっとその言葉をこう胸にずっと頑張っているっていう状況です。じゃあこれは7つ目、もうグラビアには戻りませんか。あとはイメージ DVD 出す予定はありますかということなんですけど、今のところ予定は一切ありませんっていうのと、グラビアに戻りませんかというのは、正直戻らないっていうのを 100% ではちょっと言えないっていうのはあるんですけど、もしその私がじゃあ日本でお仕事、今 YouTube やりながらどんどんお仕事をやっていって、もしそういうグラビアのお仕事だったりとか、そういう昔みたいにイメージ DVD のお仕事が入ってきた時には、その時の状況によっていろいろまた考えるんだろうなとは今は思います。ですが今の出す予定は一切ありませんと、今は韓国に住んでいますかと、韓国で芸能活動をされているんですかということなんですけど、今実際韓国には住んではいません。住んではなくて、行ったり来たりを頻繁にしているような形になっています。で YouTube では基本的に、まあ、多分韓国にいる時に撮ったのを配信してるっていう形になってるので、韓国に住んでるっていう風に思う方々が多いと思うんですけども、基本的には行ったり来たりしている状況になっています。で韓国活動、これから芸能を韓国で活動するっていうのも視野には入れています。もし今 YouTube やりながらそういうお話が来たりとか、まあ実質まあ、プロフィールを送ったりとか、そういうことは今やっているので、皆さんにいいご報告ができたらなと思っている最中でございます。10個目、これは韓国語をどうやって勉強しましたかということなんですけど、これもすごくこう皆さん気になって質問してくださった方々がすごく多い質問なんですけど、これはですね、私がまたこれはしっかりちょっと動画にして次の動画で皆さんにお話ししたいなと思うんですけども、ざっくり話をすると、今韓国語を勉強してから何年経ったんだろう、
多分4年ぐらい経ったかな、4年、その勉強を始めてから今4年ぐらい経ちました。でも勉強したっていうのは実質韓国語始めて多分2年ぐらいかな、2年ぐらいはまあお家でこういう風に韓国語こう本でこう勉強しながらっていうのは2年ぐらいずっと続けて、2年経った後はもう何喋ったりとか友達と喋ったりとかそういう風にして生活の中で勉強っていうことはずっとしていた感じです。ということでこの質問は次回私がまた一つの動画にして皆さんにお伝えしたいと思います。好きなタイプは何ですかということなんですけども、好きなタイプは前回のそのサラちゃんとの動画でもいろいろ話したと思うんですけど、本当に小学生みたいなこと言うかもしれないけど、好きなタイプはとにかく優しい人が好きです。優しくって見た目に関しては特にそこまでこだわりっていうか求めることはないんですけど、優しくってなんかお父さんみたいな人が好き。なんか何でもあいいよいいよ、あ頑張ってるねっていう風な、何でもこう包み込んでくれるような人が好きですかね。あとは自分の仕事を一生懸命頑張ってる人、どこかでやっぱり尊敬できる面がないと恋愛関係って多分成り立たないなっていうふうに思うので、私は自分が尊敬できて自分が悩んでる時とかにこう頼れる人っていう人が頼みすぎちゃったっていう人が好きなタイプです。最後の質問です。これからの夢目標は何ですかということなんですけども、これからの夢目標、じゃあ近い目標といったら、私は今 YouTube を始めながら、やっぱ自分一人でこう、まあ、一人でやってるわけではないんですけども、自分でこう何かものを作って誰かに配信してそれを評価してもらうっていう YouTube っていう、まあ、一つのお仕事として考えているので、それをまた別の形で私がじゃあ例えばプロデュースしたりだったりとか、そういうことはやってみたいなとは今のところ目標として思っています。まあそれも皆さんにいつかお届けして、みんなとそういう、なんだろう、なんか今はもう皆さんと一緒に何かものづくりっていうものをしたいなと思っている感じですね。でこれからの夢、これからの夢、正直夢っていう夢が若い時からそんなになくて、で今も私の夢はこれだっていうのを人にこう堂々と話せるような夢っていうものが未だに私もちょっと模索中というか、ちょっと探してる途中なんですけど、けど今はもう何事にもとりあえずチャレンジするっていうことが今私にとって一番必要なことかなと思って、今はとにかく私もすごく夢を探している途中なんですけど、多分そういう方々も多いと思うし、夢に向かって頑張ってる方々も多いと思うんですが、とにかくみんなで頑張りましょう。というか私も今からずっと頑張っていきたいと思っているので、この YouTube だったりとかインスタとか Twitter とかで応援してくださる方々に恩返しって言ったら違うかもしれないけど、そんなような形でみんなとこれからも YouTube でこう、あーなんか長いし恥ずかしいかもしれないんですけど、みんなでこう作り上げていけたらいいなと思っています。 Q&A 以上とさせていただきます。そして改めて皆さん、購読者様2000人ありがとうございます。これからも楽しい動画いろいろお届けできるように頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあねー。